よ、マイレス。暑いわ、めちゃくちゃ人多い。はい、早速鳥貴族に来ました。ということで久々に鳥貴族に来たんですけど、めちゃくちゃメニューいろいろ変わっとって、まず鳥貴来たら定番のメガハイボールを注文しました。でこういう新しいメニューとかも始まってて、めっちゃ美味しそうと思ったんですけど、品切れでした。他にも夏限定メニューやったりとか、なんか数量限定食とかもありましたね。あとはもう定番のやつで、私鳥貴来たら絶対頼むやつがあるんですけど、このチキン南蛮、これめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。いくつか注文してたらメガハイが届きました。乾杯。もうコスパ最強の飲み物でございますね。鳥貴来たら絶対にでっかいビールかでっかいハイボールを頼みます。うわうまっ。まずスピードメニューのトマトが届きました。鳥貴族行ったら大体頼むメニューは決まってるんですけど、スピードメニューはキャベツかあのトマト、どっちかは絶対頼むようにしてます。私鳥貴のさ、ごま油にキャベツをつけて食べるやつめっちゃ好きやねんな。喉乾いてたのでグビグビ行ってしまいますね。結構鳥貴ってあのオープンの時間が早くて、3時とか4時とかにオープンする店が多かったし、店によっては12時からオープンしてるお店とかがあって、昼飲みとかにちょうどいいなと思いました。しかも昼やったらめっちゃ人少ないから、全然女一人とかで行っても気にならへんし、めっちゃ静かでやりやすかった。やりやすかったというか、なんかゆっくりご飯食べてゆっくりお酒も飲めました。ちなみにただいまの時刻は15時24分。昼からお酒やっちゃってますこの女。続きまして、ハツが来ました。心。ハツ。ハツとか心とかハートって呼ばれるやつですね。これも私めちゃくちゃ好きなので、焼き鳥屋さん行ったら毎回頼むんですけど、今回ももちろん頼みました。でも焼き鳥と飲むハイボールがちょっともうガチでうますぎて、あっという間秒で食べましたね。こちらメガハイボール、あっという間に完飲でございます。一番好きなチキン南蛮も来て、2杯目のレモンサワーも来ました。私このチャンネルで何回言ったか分からへんねんけども、このチキン南蛮が大好きで、まずチキンがめっちゃ柔らかいんやんか。でかつ衣がほんまに何柔らかい、からかい、か軽い、軽いしザクザクしてるし、ほんまにおすすめ、もうほんまにおすすめです。鳥貴に行ったらぜひチキン南蛮食べてみてください。みんなは鳥貴族行ったことありますか？結構私決まったメニューしか食べへんから、鳥貴族行ったことある人でこれおすすめみたいなメニューがある人はぜひね、コメント欄で教えていただけたらなと思います。私一人飲みが好きで、結構動画にもたくさんしてきたんですけど、なんか一人飲み自体めっちゃ久々になっちゃって、最近体調崩したりとかちょっと時間がなかったりとかでめっちゃ久々になったから、今日トリッキー一人で行こうみたいな、今日一人で飲みに行こうみたいななった時にめっちゃなんか謎に緊張したってさ。この店舗が新宿やったから、新宿まず行って店舗に入るギリギリまで実はめちゃくちゃ悩んでて、どうしようみたいな、ほんまに行こうかな、迷うなみたいな。でも入ったら入ったで、正味うちのことなんて誰も見てないし、ご飯もさ、飲み物とかも会話とかも何も気にせず自分のしたいようにできるやんか。だからやっぱ一人飲み最高やと思って、こう一人飲み欲がどん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 ね湧いてきました今。ということで2杯目完飲しました。ごちそうさまでした。このレモンサワーね、氷が大きいからか、あっという間に飲めるというか、飲みやすいからかな、どうなるの、グビグビ飲めてほんまに美味しいね。みんなは一人飲みとか行ったことありますか？なんかまたこれから一人飲み動画とか飲み歩きとか撮りたいなと思って、いろいろ企画どこに行こうかなみたいな感じで考えてるんですけど、なんかおすすめの場所あればぜひね、コメント欄とかで教えてほしいなと思います。あとまずあれ行きたいな、サイゼのさ、ワインのボトル、なんかワインのボトルがあるらしくて、あれめっちゃ飲みやすくて、コスパ最強でみたいな感じで教えてもらったので、コメント欄でなんかそれを飲みにちょっとサイゼ行きたいなと。安いしね、やっぱ安いの最高なんよ。のでサイゼに行こうと思ってはいるんですけど、その他でなんかここコスパいいでとか、ここめっちゃ美味しいで一人飲みにおすすめやでみたいなところがあれば、ぜひ私に情報共有してください、お願いします。そうこうしてるうちに、でっかい唐揚げ4つが入ったチキン南蛮もですね、完食でございます。このタルタルソースの味もめっちゃ美味しいし、軽いからもうほんまにあっという間やねんな。最高でございます。ごちそうさまでした。焼き鳥の濃いタレの味とか、チキン南蛮のちょっと重い感じとかをレモンサワーでね、流し込んでいきます。これ3杯目なんですけども、グビ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 いってしまいましてですね、あっという間に完飲でございます。また飲みすぎ
続きましてはわさびささみみたいな、ささみわさびみたいな、わさびをつけて食べる焼き鳥ですね。これも意外と美味しいんですけど、お酒がもうなくなってしまったのでもう一杯だけ頼みました。学生時代鳥貴めっちゃ行ってて、まあ、安いやんか鳥貴族って。昔はなんか300円以下とかやって1個全品みたいな、安とか言って学生時代めちゃくちゃ行ってたんやけど、最近はさもう300円も超えてもう350円ぐらいやんか。別に特別めっちゃ安みたいな感じではないねんけど、ちょっとなんか安心と安全の鳥貴族みたいなとこない？とりあえず鳥貴行っとくかみたい なんかとりあえず鳥貴やったら美味しいのあるやろみたいな感じで思っちゃって、相変わらずね学生時代からあのお世話になり続けております。鳥貴族さんありがとうございます。で、私あるある、あのお酒飲んだら米食べたくなるっていう、私さお酒飲んだらほんまに胃袋がちょっとおかしくなっちゃって、で今回ご飯の大を注文しました。やっぱ大ですよね。もう小も中も大も料金同じなんやったら大頼もうっていう。普段は健康に気使って玄米とかを食べるようにしてるんですけど、久々に食べる白米ほんまに美味しくて、この感動のために玄米普段食べてるみたいな。でも焼き鳥とか最後にしようと思ってんけど、もうどうしても白米と焼き鳥が食べたすぎて皮を頼んでしまいました。なんか最近皮の供給が少なくなってるらしくて、焼き鳥屋さん行っても皮がないことが多かったんですけど、今日は焼き鳥はねもう4本も食べてしまいまして幸せでございます。ありがとうございます。そろそろお食事も終盤に差し掛かってきたということで、デザートが来ました。私のもう最後の締めでございます。デザートが来たということで、急いでね米を、最後の米をかき込んで食べていきます。完食ごちそうさまでした。白米めっちゃ美味しかった。ほんでからに、私が最近ドハマりしているこちらのデザート、チュロスとクリームとバニラが乗ってんねんけど、ほんまにこれマジで美味しい。チュロスめっちゃカリカリしてるし、生クリームの甘い感じとバニラのトロトロな感じ、ほんまに美味しいよこれ。チュロスとアイス一緒に食べるだけでも美味しいのに、生クリーム一緒に食べるって、しかもチョコレートソースがかかってます。もう私のためのデザートですかこれは。ほんまにほんまに美味しいから、甘党はぜひね、あのこれを頼んでみてください。おすすめです。ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで鳥貴族で一人飲みやってきました。もうめちゃくちゃお腹いっぱいなんで帰って寝たいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。あーちょっともうお腹いっぱい、ちゃんぽちゃんぽやしお腹いっぱい。鳥貴族は安定にお安く楽しむことができました。チキン南蛮は最高でした。またみんなも試してみてね。また次の動画でね。バイバーイ。